みなさんこんにちは。豊島屋月浜の湯 YouTube チャンネルへようこそ。今日は近隣の観光スポットをご紹介したいと思います。ネモフィラやコキアで有名な国営ひたち海浜公園さんからそよ風通信が届きました。明日3月23日土曜日から5月12日までフラワーリング2019が開催されるようです。ちょうど今の時期ですと早咲き水仙が咲いております。この後チューリップ、ネモフィラと花のリレーが始まります。春のおすすめですとこちらのネモフィラのブルーラテやバニラアイスなどネモフィラにちなんだ商品がたくさん出てまいります。インスタ映えもとてもすると思いますので、ぜひこちらまでお足を運んでいただいて、ご家族皆さんで思い出を作ってみてはいかがでしょうか。